では行きましょう。ここから動画撮影していきます。後半ガチの1試合目です。本日はアジアのフットサルパーク池袋です。さあまずは赤チームがボールゲットを後ろに下げます。さあ動きを見ながら右サイド、右サイドからディフェンスが上がるのでうまくつなげたい。縦に選択、縦から中はどうかな。さあトラップ前に来てる。さあボールは中央から右サイド、間取らない。取ったボールはかき出します。右足ゲット。さあ前に押し上げた左サイド、しっかりと体でナイスだよ。取ったのは赤チーム。さあ押し上げ測りたい。右サイドから中クロスはどうだ。送って、これはブロックです。サイドから行きましょう。さあサイドから赤チーム、まずは1点が欲しい。しかしこれをカットしたのは赤チーム。浮き球どうかな、気をつけて、いやー決まったー、ナイスゴール、1点ゲット。さあループから赤チームオーバーヘッドで1点ゲット、いきますよ。さあまずは赤チーム見事なゴールで1点ゲットです。1対0カットしたボールは戻ります。さあ引き続き、激しい接触、足の出しすぎ気をつけて、怪我だけないよう、いきますよ。さあ赤チームボールを回します。後ろから前はどうかな、ディフェンスが1枚いきます。縦に選択、これは流れてボールはビブなしボールから再開。1分が経過、残りは5分、ビブなしチームです。回します。前から狙ってるのは赤チーム、1点を取りに行きたい。しかし引っかかった、取ってシュート、いやー決まった、1点ゲット、ナイスガール、1点ゲット。前からしっかりとカットです。さあ2対0になります。赤チーム、ビブなしチーム1点が欲しい。まずは後ろからボール回し格好、左展開、縦はブロック引っかかる。取ったのは赤チーム、送ったボールビューシャイト、跳ね返り右サイド、送ってシュートはどうかな、いやー決めます。これもナイスゴール、1点ゲット。真ん中でいきましょう、ビブナシチームです。さあまずは1点狙いたい、シュートコースを見つけていきたい。後ろから右サイド、さあ前から寄ってくるのは赤チーム、これを回避していきたいが、間通ってこぼれ、後ろから前はどうかな、広げます、右、先にキーパーチェンジでいきましょう。2分が経過、キーパーチェンジいいかな、いきますよ。さあ2分が経過、残り4分で3対0になってます。返しに行きたいビブナシチーム、中央ビブナシチームです。間通します、うまくタッチ、さあ前はどうかな、引き付けながら右サイド、ドリブルでかわしに行きますが、これはカットしてコーナーからになります。さあコーナーから浮かせますが、キーパーゲット。さあディフェンスはしっかりと戻ってるんで落とします。これで長いボールタッチして、こぼれが入るかな、引き取って、さあシュートコースはないか、赤が回収、右サイドクロスを送れたが、キーパーしっかりとコースを消します。ナイス対応、長いボールです、右サイド受け取って、中はどうだ、カットイン、シュートはどうだ、溜めてずらして、左から折り返し、赤がブロック。さあ書き出しますが、ビブナシが後ろからカバーしてボール、右へ展開、中シュート狙いたい、これはブロック、サイドかかりますよ、はいよ、ビブナシです、後ろ戻します、左へ展開。さあしかし2枚のディフェンスがすぐに寄ってくるんで、一旦下げます、間を使う、しかしこれもカット、こぼれはどうかな、右サイド、ビブナシチーム。さあ一つまたいで、間と、しかし赤がカバーしたボール前に持ってきた、4点目を狙って、赤チーム、しかし狙ってます、しかしこれはカットしてもタジ入る。さあターンをして前に向く、右サイドナイスブロック。さあこれでも展開、右サイド折り返した、いやーこれ届かない、欲しい。3分が経過、残り3分です、残りは半分、ビブナシチーム右サイド縦を送る、うまいタッチ、引きつけながら中央から左サイド、さあ広がり回ると右サイドに持っていく、しかし赤が引っ掛けた。さあ後でドリブル一人でいくか、シュートを狙う、これはブロックです。コーナーから行きましょう、残りは2分半。さあ赤チームのコーナーからです、これを耐えてカウンターに行きたい、ビブナシチーム。浮き球、天井プレーオンですよ、天井プレーオンです。サイドからビブナシボール、さあ探します、前から狙ってるのは赤チーム、うまくつないでいって前に押し上げたい、これは流れます、サイドからやりましょう、赤ボール。さあ赤です、後ろから縦を選択、左サイド引きつけて後ろに下げる。さあ押し込んで4点目狙いたい、ビブナシはうまく前から引っ掛けて1点目を取りに行きたい、長いボール選択、これは流れます、キーパーチェンジでいきましょう、両チームキーパーチェンジでお願いします、いいかな、いきますよ。4分が経過、残りは2分です。ビブナシチーム1点を取りに行きたい、間を使う、しかしこれも足が伸びる、取ったのは赤チーム、引き左はつながない、ビブナシがしっかりと戻ってきたば前に持ってきたが、赤が前から引っ掛ける、右サイドで展開、さあしっかりとボールをキープしてつなげたい、前はどうかな、引きつけながら、あれは前を塞がれてますんで下げます、左へ展開、赤チーム、ディフェンスはしっかりとブロックした、間フォアに入った、折り返しブロック、ナイスキーパー対応。さあ押し上げたい、ビブナシチーム2対2、うまく持ってきたが、赤がしっかりと体を寄せます、ナイス対応、真ん中受け取って、
左で展開、ナイスカット足が、さあ3対1勝負仕掛けたい、1点取りたい、ドリブルでいく、しかし身分なし、赤がナイスブロック、さあこぼれも返し、赤がしっかりと守ります。さあ逆に3対2勝負仕掛ける、シュートはブロック、これはポストです。さあ逆にカウンター合戦、右サイド送って、いやーマイナスか、惜しい、これはマイナス流れました。タッチをしてサイドからいきます。5分経過、残り1分、ビブなしです。シュートはブロック、コーナーからいきましょう。はいよ、さあコーナーから1点取りたい、ビデオシーブ後ろどうだ、ブロック打ち、こぼれます、やー決まった、オッケー、いってゲット、ナイスゴール、いってゲット。残り30で3対1、ガチの1試合目は3対1で残りは30。さあ赤です、追加点を狙いたい、ビブなしももう1点取りに行きたい、前からプレスに行きます、ワンツーで抜けるかな、これはブロック引っかかる、こぼれを回収、ビブなしチーム、さあ前から来るんでしっかりとボールを握りたい、うまく顔を出したい、サポートが欲しい、さあ引きつけながら引きつけながら、さあうまく逃げたい、左サイドドリブル、ドリブルしながら縦に送る、これがうまく入るかな、キーパーも戻ります。残り時間はあとわずか、長いボール引っかかった、さあ押し上げたい、ビブなしチーム1点が欲しい、左に入る、ゴール前どうだ、シュートは、いやーサイドネット欲しい、これがサイドネット欲しい、残り時間はあとわずか、キーパーから再開、赤チームです。長いボール左、うまく収める、後ろ後ろから前がつながる、つながったボールはビアンシがカットして、サイドから赤ボール、はいよ、ラストワンプレーでいきます、ラストワンプレー、赤チームです。左へ展開、中はどうかな、ビムナシが引き取ります。さあ1点返しに行きたいが、前から狙ってるキーパー使う、キーパーから前はどうだ、引きつけながら右にする、右から前へ向く、さあ1つかわしフォア展開、左サイド、さあフォアはどうかな、これは引っかかった、赤チーム、しかしカットして、こぼれはビムナシに入る、さあシュート決めて終わりたい、右サイド、これはブロック、ブロックしたボール、ビムナシがゲット、ゲットボール、中央ドリブルで入ります、左サイドカットイン、さあ中はどうかな、浮かせ中央、いやーナイスカット、まだ生きてますよ、ラストワンプレー、右サイドビムナシチーム、左へ振ります、シュートはブロック、では行きましょう、後半の勝ちの2試合目です。さあビブナシチームは先ほど負けたのでこのゲームを取りに行きたい、左へ展開、さあ中はどうだ、さあシュートを狙いたい、ドリブルで入る、繰り返し、しかしこれはブロックしたの赤チーム、さあ書き出して中央、中央から前に持っていく、さあ前はどうだ、引きつけて左、これはちょっとマイナスかわしい、さあビブナシです、しかし前から狙ってんでボール握りたい、間通す、これで受け取る、ポストで受けますが寄ってきた、1回止めるか、大丈夫、足入ったね、1回止めよ、ボールビューナシからでしょ、ボールビューナシからでしょ、足開いてない、大丈夫、オッケー、行きますよ、ビューナシから再開、さあ足だけ気をつけて、皆さん怪我ないように、中央からビューナシ引きつけます、右サイド展開、これはカット、赤が取るかな、引きつけてビューナシ、さあ中央に入って引きつけて浮き玉にする、これはキーパーが回収です。赤チームです、前を向きます、長いボールはこれならさらにかしい、さあビューナシチームです、近いところフリックして左、しかし前から狙ってんでしっかりとボールを握りたい、真ん中引きつけて真ん中、これは赤がブロック、さあカバーしてボール抜き玉にする、キーパーに戻ります、惜しい、ビブナシチームです、左サイド受け取ります、前から来るんで間通すが、赤がカット、さあドリブルで入っていって左は上がりがなかった、惜しい、これは糸が技、惜しい惜しい、ビブナシチームです、溜めます、間通した、入れ替わった、ナイスカット、取ったら赤、引きつけますがこれはブロック、さあこぼれは赤に入ります、後ろから預けます、さあ押し込みたいがビブナシが引っ掛けた、さあ取って浮き玉にする、どうぞ、いやー惜しい、キーパーの位置がうまく把握できてた、これは流れます、惜しい、ビブナシ長いボールです、収めます、さあ連動したい、しかしこれは入れ替わった、赤チームつっついたボール、赤が中央からゲットをして一つ止める、止めたボール右側カット、カットするボール、さあうまく体を当てたいがまた抜きます、左サイドシュートブロック、ナイスブロック、こぼれ赤に入ります、ナイスブロック、取ったのは赤チーム、相手の正面ビューシャーゲット、さあ一つずらしてずらして、さあ前に送りたいがしっかりとディフェンダーついてる、フォアにする、しかしこれはキーパーが出てきてカット、カットするボール、赤が展開、カウンター、さあ左サイドから折り返しはどうだ、入って、いやーキーパー対応しい、ビューシャーです、落とします、ちょっと大きいかしっかりと持ちたい、これはカットです、戻します、さあ引きつけながら左サイド一つ持ち出し、シュートはブロック、キーパーチェンジでいきましょう、両チームキーパーチェンジでいきますよ、ホイッスルでいきますよ、いいかな、いきますよ、さあ2分が経過です、0対0、間右は取らないか、足足一つ飛ばしました、サイドからいきましょう、さあ赤です、後ろからパスを回します、前から狙ってる、前から狙って、いやー入れ勝った、ナイスガール、1点ゲット、ビブナシチームがまずは1点先制、
さあ1対0になります。後半ガチの2試合目、右サイド残します、縦へ送る、これは入れ替わってビューナーシーム、縦へ送りますがこれは見送ってキーパーボールから再開。3分が経過、残り3分、赤チームです。中央左へ展開、動き出し、これを使う、ちょっと大きいが何度か収める、収めて折り返し、惜しい惜しい、ナイスランニング、ナイスランニング、さあすぐ始めてます、ビビナチーム、さあ1点を取りに来た、間を使う、左に左左からうまく止めるか、赤がブロック、ナイスブロック、さあこぼれを回収した、しっかりと体を入れました、ナイス対応、赤チームキーパーから長いボールです、これはカット、最大に流れます、ボール赤からいきましょう。3分半経過してます、近いところ赤チーム戻します、動き直しを見ます、引きつけながら真ん中に入る、しかし前は塞がれてるか、右サイドへ預けてもう一回左、さあパス交換しながらうまくディフェンダーを釣っていきたい、左サイド中央からダイレはこれはブロックしてビザチーム、さあ1枚来てるんでドリブルで上がる、ドリブルで上がる、左サイド引きつけて右サイドどうか、いやーちょっと気が欲しい、うまくドリブルで上がっていきます、ビブナシチーム、赤チームです。さあ1サイドのビハインドなんで1点取りたい赤チーム、後ろから左へ振ります、右へ展開、前はどうだ、引きつけながら赤台か、右は流れる、キーパーチェンジでいきましょう、両チームキーパーチェンジでいきます、いいかな、いきますよ。4分経過、残り2分弱、左へビーマーシーム受け取って一旦下げます、右へ展開、前はどうかな、送ったボール入る、どうだ、ゴール前、シュート、いやーブロック、キーパー耐えた、さあ取って逆に赤チームカウンター、さあ後ろからすぐ戻ってきます、右サイド預ける、右サイド預ける、さあ1枚かわしてクロスを送りたい、ダブルダッチで進入します、入って、これはキーパーがブロック、さあかき出したボール、シュートが浮いた、惜しい、これは右サイドをドリブルで中に進入してきますがキーパーから再開、残りは1分ちょい、ビビアシーム1点のリードがあります、追加点を取って勝利確実なものにしたいが、これは赤がゲット、さあ近いところ体を寄せる、大丈夫、滑った、オッケー、右サイド受け取って中入る、いやーどうだ、これは股抜きですがキーパーが対応、浮き球にする、収めますが赤がブロック、入れ替わりどうかな、さあしっかりと回収したのは赤チーム、間通して中央を見る、さあこれはフリーのスペース、前に向く、さあためながらためながら右にカットイン、シュートは打てない、さあ送ってシュートはブロック、キーパーが取ります、右サイド残り30ちょい、ビブなしです、縦へ送る、中はどう、いやーポストが惜しい、これで開始、赤チーム左サイド、さあこれは1枚勝負仕掛けたい、さあ動きを見ながらまずは預ける、預けたボール広がりを作りたい、真ん中経由、真ん中から左も上がりがあるかな、しかしこれ引っ掛けた、ミブナチーム、さあキーパーと勝負だ、どうだ、クロスでシュート打ちたいか、これがブロックだ、大丈夫、接触大丈夫、オッケーオッケー、キーパーからいきましょう、右サイドナイスカット、キーパーからいきます、残り時間はあとわずか、赤チームです、左へ真ん中使います、ワンツーで左、さあ進入したい、1点同時に追いつく、いやー決まったー、ナイスゴール、1点ゲット、これで赤チーム1対1同点、真ん中から行きましょう、ラストワンプレー行きますよ、さあラストワンプレー、ここで1対1同点、赤チーム、さあ点取って終わりたい、両チーム決勝点を取りたい、さあ真ん中から引きつけて右サイド、また行きます、縦はどうかな、ブロック光る、そったらこれは赤チーム引っ掛けて右サイド、右サイドから引きつけながらシュートが決まった、ナイスゴール、では行きましょう、エンジョイの後半1試合目です、引き続き足出しすぎ、激しい接触ないよう、怪我がないようやっていきましょう、さあまずはボールを回します、リブ青チーム縦へ送る、受け取って前はどうかな、ブロック引っ掛かる、さあうまくつなげたいがビブシがゲット、さあ声かけます、一旦後ろへ、さあ前から狙ってるのは青チーム、代理ですね、左から、さあ前から間通して右サイド、うまく前に送りたい、さあ引きつけますが青がブロック引っ掛けた、こぼれを回収、ビブナチーム、さあ引きつけながら前に送りたいが青が狙ってる、うまくまた抜きますが青がカバーして、俺右サイド流れます、惜しい、ビブナチーム当てます、青がゲット、取ったのはビブナチーム、前はどうかな、右サイド当てる、当てたボール塞がれますんで、あっとずれた、しかしビブナチが戻ります、これはしっかりと回収し直し、いや狙ってるぞ、ナイスキーパーだよ、これはキーパーがしっかりとかわしていきます、右サイドつながない、サイドから青ボール、真ん中落として後ろ広げます、いやどうだ、いや惜しい、ヘディングでゴール前に進入していきます、左サイドビブナチームです、縦へ展開、うまく収める、前はどうかな、つながって中央、中央から広げたいがディフェンスが2枚来てる、間に使う、間から台で左から抜き切って、フォアはどうかな、折り返しはナイスブロック、これはコースを消します、サイドから青ボール、さあ1分半経過です、間ブロック、
こぼれを回収したい。しかし青がゲットか。しっかりと体を入れます。美容師が取った。しかし青がコースを消す。しかし続いて美容師左展開、左からさあクロスを送りたい。前はどうだ。中央を使う、中央を使いますか。俺は青がゲット。さあ上がりを使って左サイドドリブルで上がる。折り返しシュートはブロック。こぼれはキーパーキャッチ。引っ掛けた。どうだ。シュートコース開くか。溜めて打てない。もう一回ずらして真ん中、いやー浮いた。これは浮きました。キーパーから再開。さあ両チームまずは1点目を狙いに行きたい。ビビナシーは後ろからボールを回します。前から狙ってるんで間を使う。間から送ったボールポストで受けて右サイドはこぼれるかな。青がしっかりと体を入れます。さあしっかりと鍵出してビビナシーゲット。さあ引き付けて左は抜けない。取ったのはビビナシーチーム。こぼれを回収。さあシュートを狙いたい。後ろから縦へ送る。縦から中はどうかな。受け取ってシュートはキーパーゲット。これはキーパー左カット。青がゲット。引きつけますがこれはつながらないかな。接触気をつけてね。 OK。 青が回収します。左サイド狙ってるぞ。いやナイスカット。キーパーチェンジでいきましょう。両チームキーパーチェンジでいきます。いいかな。 OK。 言い切りますよ。さあ2分が経過してます。残り4分弱。さあ1点取りたい両チーム。エンジョイの後半1試合目です。前から来ますんで中央を使う。しかしこれはビビナシが体を入れるかな。いや入れ替わった。溜めて折り返しはどうだ。いやーこれはニアで勝った。これはニアで勝ったです。コーナーから行きますよ。コーナーから再開。後ろ中はどうだ。左へ広げる。前を確認。ディフェンスが寄ってくる。 V ターンでかわしたいがしっかりとマークは見てます。右サイド広げる。さあ動きの処方はどうかな。中央で受け取ってから落としたボール左展開。左から折り返しが大きくなった。惜しい。3分が経過。残りは3分。残りは3分。ビブなしです。左へ。前はどうだ。かわしに行きたい。しかし青がブロック引っ掛けた。こぼれを回収。ビブナシーム中央に当てたいが前は塞がれる。さあ接触だけ気をつけて左サイド受け取ります。受け取ったボール中央で細かいタッチで抜けていって前引き付ける。右サイド、右サイドから前はどうだ。シュートコース開かないか。さあ取って中央、中央でポストで受ける。受けたボール前はうまく入れ替わったかな。キーパーができたよ。ナイス。下がった。さあ青チーム前から行きたいがブラッシュたボール縦へ送る。しかしこれも勝った。ビブナシです。左へ。フォアはどうだ。いやーうまい。どうだ。シュートは、いやー決まらなかった。惜しい。こぼれがまだあるぞ。キーパーが対応。こぼれ球、こぼれ球、こぼれ球。なんとか青がかき出す。さあ右サイドうまく止めます。さあシュートが入らない。両チーム1点取りたい。浮き球にする。キーパーができて対応。さあ周りを見ます。あいやどうだ。ブロック。さあキーパー出てるぞ。シュート決めたい。左サイド受け取って前を確認。中にカットイン。いやーってこれがずれた。キーパーチェンジでいきましょう。両チームキーパーチェンジでいきます。青チーム順番大丈夫かな。 OK。 いきますよ。4分経過。残り2分。さあ 0-0 のままゲームは進行。ドリブルしますがこれはカット。カットしたボールキーパーに戻ります。左へ受け取って前を確認。落とします。狙われてますがこれはカットしてサイドへ出しました。中央青チーム中はどうかな。塞がれてるんで左へ展開。浮き球にする。キーパーの前でブロックして左サイド投げたボールがつながります。前を向く。さあ走り込みがあって中央を使う。入ってゴール前。シュートはいやー決まらない。惜しい。中に入ってきましたがこのシュートは決まらずに青から再開。残りは1分半を切ります。スイッチして後ろ持ち出しをして左狙ってる。ナイスカット入れ替わった。さあ接触だけ気をつけて左サイド受け取る。さあ前はどうか。何とか止める。止めたボール塞がれましたが入れ替わり。さあ送ったボールはブロック。足元気をつけてね。取ったのは青チームカットします。これは流れました。惜しい。ラストは1分です。ラストは1分。中央ビビナシ寄ってきますね。ターンする。または抜けない。青がゲット。さあシュートを狙いたい。スイッチをする。右サイドから中顔を出したい。クロスはどうだ。しかしこれはしっかりとカットをしていきます。サイドから青ボール。青は後ろからです。広げる。左前を確認。右サイド大入れで中入りますが右サイド。さあ抜ければチャンスだがなんとか耐えたかな。気をつけてね足元。さあ取ったら青チーム左サイド受け取って中に送る。右サイドはつながらない。惜しい。残り30。残りは30です。1点取りたい両チーム。右サイドビブナシーム前ドリブルで上がる。しっかりと体を寄せます。手出さないで両チーム。 OK。 取って後ろから右へ広げる。間使いますがこれは青がブロック。しかしカバーしたらビブナシです。サイドから青ボール。残り時間はあとわずか。青です。真ん中いるか。ナイスカット。しかしこぼれが入ってる。右サイドドリブル上がる。クロス送る。しかしこれもニアでカット。カットしてもビブナシは前に持ってきたい。前に持ってきたい。寄りが早い。これは流れてサイドからビブナシボール。ラストワンプレイでいきましょう。ラストワンプレイ。ラストワンプレイ。さあ中央打て。一人入った。さあラストワンプレイ決めて終わりたい。シュートどうぞ。いやー絶対欲しい。
では行きましょう。エンジョイの2試合目です。右サイドからまずはボール持ち運びます。間にいますが青がブロック、引き取って前に送れたがナイスカット、コースを消した、取ったのしかし青チーム、シュート送る、うまく前に入る、左サイド送る、シュートどうぞ、いやーキーパー対応、ナイスキーパー、ナイスキーパー、かき出します。サイドから青ボール、縦中どうだ、送ってナイスタッチ、これもキーパー弾きます。さあ接触気をつけてね、接触だけ気をつけて、接触だけ気をつけていきましょう。サイドから再開、青チーム後ろから下げます。さあシュートコースを上げたポストに行って右サイド、これ長いか欲しい、これは球足が伸びました。さあ中央から左受け取って右展開、入れ替わり前はどうかな、引きつけながら送りたいが狙ってる狙ってる、なんとか逃げたい左、さあしっかりと取ったら青チーム、シュートブロック、ナイスキーパー、キーパーがよく守ります。これを崩したい青チーム、さあうまくシュートコースを開けていきたいが、ビューションカット、さあカウンターだ、右サイドドリブルで上がる、ドリブルで上がる、中央いる、マイナス、これは間が残らない、惜しい、ナイスランニング、さあ逆に青チーム、しかしカットしてビューシー、さあ取って溜めて縦送る、シュートブロック、もう一回、しかしこぼれ青に入った、さあうまく右サイドを使う、フォアに持ってきたい、しかしこれも寄ってきてカット、カットでも逃げた、いやー前入った、ずらしてシュートはいやーブロック、ナイスブロック、取ったのはビューシーも、左サイド左サイドからドリブル上がる、縦つけ、ちょっとそれ惜しい。さあカウンターの応酬です。1分半が経過、シオ青チーム、あいやブロック、こぼれをゲット、縦を送る、タッチしたボール青がブロック、ブロックしたボール右サイド広げるがナイスカット、これも足が伸びます。ビブなしチームはゴール前しっかりと守っていきます。青が後ろから広げる、左はつながります。さあやーっと動きがずれた、サイドから行きましょう、ビブナシチーム、さあこの隙に早めに攻撃仕掛けてビブナシチーム戻ってきた、青チームです、塩を使います、さあ寄ってくるんでしっかりと引き付けて、右は展開どうか、足元気をつけてね、さあ引き取ってビブナシチーム、左展開左から、さあ中カットようどうか、いやーブロックしっかりとブロック、さあ取ったら青チーム左へ展開、さあこのまま勢いのまま上がっていきたい、塩から間ブロック、さあこれもブロックです、はい、さあ中盤の球の取り合いが激しい、エンジョイの2試合目、しかしこれをカットしたのはビブナシチーム、右サイド入る、うまく止める、さあなんかうまく顔を出したい、しかしこれはちょっとサポートがないか、前ドリブル入る、しかしこれは体折りで青がゲット、青がゲットして中央から当てる、中央から前を向く、さあ一つタイミングをずらしてドリブルで上がる、シュートにした、これは右サイド欲しい、キーパーチェンジでいきましょう、両チームキーパーチェンジでいきます、いいかな、 OK、 2分が経過、残り4分弱、さあ早い展開ですがまだゴールは両チームなし、また抜いた、どうかな、引き取って溜めてシュートは、いやーキーパー対応、これもキーパーブロック、キーパーから右サイド、落としたボール青が取った、溜めます、塩入る、シュートコース開くか、右サイド止めながらクロスも伺いたい、しかしディフェンダーがしっかりとマークをしています、引きつけて相手通した、うまく収めたいがビューシーに流れる、縦を選択、タッチしたボールは青がブロック、いや入れ替わってビューシーも左サイド、さあうまく中央つなげたいが青がこれもカバーです、ドリブルで上がる、左ナイスブロック、さあかき出したい、右サイド落として長いボールは収めます、ビューシー塩続いてボールをゲット、後ろへ下げる、引きつけながら持ち運んで縦はずれました、足足、さあうまく裏のスペースを狙えればといったところ、3分半が経過しています、青チーム真ん中出ます、これはカットしてボール青からいきましょう、さあ押し込みたい青チームです、後ろからボールを持って右、あ光った、大丈夫 OK、 さあ取り返す、取り返し青チーム、ドリブル入る、真ん中当てる、うまいターンで前に向く、シュートは、いやー決まってない決まってない、これはポスト、惜しい惜しい、ターンからのシュートは惜しくもポスト、縦ナイスカット、溜めます、前はブロック、大丈夫 OK、 さあ青ボールでいきましょう、引き取ります、戻して後ろ、キーパーから右サイド狙って、大丈夫、いけないいけない、大丈夫大丈夫、足入った、大丈夫 OK、 お互い声かけていきましょう、 OK、 ありがとうございます、いきますよ、もらいます、青チーム右展開、ダイレクト、ナイスカット、さあかき出してビビアチーム、このまま押し上げたい、縦走らせるが、これはキーパーの守備範囲、キーパーチェンジでいきましょう、先にキーパーチェンジでいきます、両チームキーパーチェンジでいきましょう、いきますよ、さあ残りは1分半ちょっと、青チームです、ボールを持ちます、一旦後ろ下げる格好、前を確認、縦預ける、いやこれは何か惜しい、うまく間を狙っていきます、
キーパーから再開、ビビアチーム。まあ、うまい。どうだ。いや、これは体でかいだ。取ったら青チーム、縦走らせる。左から折り返して、ナイスカバー。取ったらビビアチーム、左サイドから展開、右サイド。いやー、ちょっと長いが、収める。なんかもう一回顔を出したい。気づきながら、中を確認。落として、後ろから、さあ、広げたいが、ディフェンスが狙ってる後ろ下げる。下げても左ブロック。ブロックしても、青を書き出しますが、うまく抜けた。さあ、ゴール前、勝負だ。シュートは、いやー、キーパー対応。さあなかなか決まりません。左サイド入ってずらして、これはあ、手気をつけてね、手気をつけて、キーパーの手つけをつけて、さあ足元気をつけて、これサイドからいきましょう。はいよ、これビジネスからいきます。これビジネスからいこうか、ビジネスからいきましょう。ビジネスからいきます。あざす浮き玉、タッチして、これ青がブロック引きつけます。左長いボールがうまく入った、収まらない、いやこれ収まらない、かしい。ラストは30を切ります。ラストは30、止めます。間うまく収める。さあ前はどうかな、引きつけて、さあシュートコースをうまく開けたいが、間はブロック引っかかる。さあ気をつけてね、接触ないように。取って青チーム、引き取ったのはビブなしですが、カットして青が抜けるかな。これは長くなりました。惜しい。大丈夫？あ、大丈夫です。 OK、 残り時間はあとわずかです。サイドからビブなしボールです。広げます。右サイド前を確認、一つ持って後ろに預けます。ディフェンスが一番寄ってくる、うまく逃げたい、間通す、うまく右に入るぞ、タッチして前はどうか、いやこれうまく当てました。残り時間あとわずか、送ったボール青がブロック。さあ1点取りたい両チーム、この時間に取れば決勝点か。間使う、しかしつっついたボール青が回収し直して、中央はこれはノーファール、ビブなしがボールを取ります。溜めます、中央引きつけて左にする、ゴール前入るか、いやー大きくなった。取ったら青チーム、左へ展開、引っかかる、入った、ゴール前シュート、いやーキーパー対応。ラストワンプレーいきましょう。ラストワンプレー取ったら青チーム、さあこれで決まるか、溜めて、いやー決まったー、いってゲット。本日も小猿のボニータにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは本日一番盛り上げてくれた、頑張ってくれた MVP を今日研修の後藤くんの方から発表したいと思います。それでは MVP の発表です、どうぞ。はい、じゃあ今日の MVP は一番、エアハイタッチをしてくれた、お誰だあなたでした。おめでとうございます。何か一言言っときますか。何か一言いや別に意識してなかった。お、意識してなかった。乗っちゃってツンデレでした。ありがとうございます。